チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、新年早々、韓国人家族と日本旅行中、女性のスカート内を盗撮、呆れる、韓国人逮捕、についてです。昨日3日だけは何も起きないことを願っていたマリナです。さすがに昨日は日本での大災害はありませんでした。ありませんでしたが、見逃せない被害が兵庫で起きてしまいました。悲しいニュースです。日本人女性のスカート内を盗撮され被害があったそうです。犯人は韓国人でした。それも訪日観光客です。犯罪目的の観光なのでしょうか。それだったら日本に来ないでいただきたい。彼らは恥だと感じないのでしょうか。感じないのでしょう。外国に来てこれだから注意喚起です。どうしようもな。新年に日本家族旅行中に盗撮、韓国人の男を逮捕。1月3日中央日報から。家族と日本旅行中だった40代の韓国人の男が女性を盗撮した疑いで現地の警察に逮捕された。神戸新聞によると、兵庫県警は韓国国籍の46歳の男を性的肢体撮影処罰法違反の疑いで1日に逮捕したと明らかにした。男は容疑を認めているという。男は1日午後2時10分頃、神戸市中央区の商業施設で上りのエスカレーターに乗っている女性のスカートの中にスマートフォンを入れて撮影した。警察によると、男は数日前に家族旅行で日本を訪問した。犯行当時、エスカレーターで男の後ろにいた。女性が犯行場面を目撃し、取り押さえたという。男性のスマートフォンからは盗撮データが見つかった。以上。1日午後2時10分頃というと、能登地震が1日午後4時10分頃なので、石川県で最大震度7を観測する地震の2時間前ということです。あまりにも甚大な大災害であり、こんなしょぼいニュースは、普段、書き消されてしまうのですが、こんなしょぼい、どうしようもないニュースを、広く正確にお伝えするのが、ラブリー日本です。くくく。なんと日本の今年、初の外国人犯罪が、韓国人に選ばれました。それはそれは、おめでたいことでございます。おめでたいことあるわけないでしょ。今年初のノリツッコミ。それも盗撮した挙句、女性に取り押さえられて捕まったというじゃありませんか。恥ずかしく思わないのでしょうか。なんか韓国 T らしいですね。でも、何かがおかしい。家族と旅行中だってさ。それは、理想家族だったのかも。正月中なので、言いたいこと言わせてもらいます。今回の兵庫県神戸市、韓国人スカート内盗撮魔事件。できれば常習で再犯の可能性が高いので、氏名を公表してほしいものですね。どうしてかというと、韓国に帰れば、日本で不当な扱いを受けたと騒ぐのは目に見えているからです。韓国の予想は、大概当たりますので、いつもの、賠償にだ、日本が悪い、が始まる予感がするからです。女性のスカートの中を盗撮しても、日本が悪いと言われるなら、どのような悪事を働いたのかを、日本国民に詳細を公表することが、犯罪抑止につながるとマリナは考えております。こんな卑劣な行為を外国である日本で、平気で行われるということは、彼らの近くでは、普通に行われる行為なのか、それとも文化なのでしょう。そんなことをするために、わざわざ日本にやってくる。韓国人がいるということを、新年早々、気づかせてもらった事件です。家族旅行中だから、普段よりも疑われる可能性が低いと思って、日本で犯行に及んだのが運の尽き。新年早々、これだから。さて、今年もこんな感じの報道が、お隣から発信されたのは、幸先良いかもしれません。くくく。この報道を見た韓国人のコメントです。韓国人のコメント。40代男性ということは、奥さんや子供と一緒に旅行中だったのでは、
もし自分の父親が旅行中に盗撮で捕まったりしたらと考えると、それが韓国ティーなのですよ。家族と一緒でも一人でも罪状が変わるわけじゃないけど、それでも家族旅行で、そんなことするのが信じられない。そこまで衝動が抑えられないものなのか？この人には、警察ではなく精神病院への通院が必要だ。衝動を抑えられないのが韓国ティーなのです。自覚しなさい。もし子供と一緒の家族旅行だったら、関係回復は永遠に不可能。そんなことないですよ。韓国ティーですから。他のどの国よりも反日で大騒ぎしながら、やってることは日本旅行に行って、日本のポルノの真似事。こんなに情けない話が他にあるか？いつものことでしょ。わざわざ海外旅行に行って、盗撮する意味がわからないし、家族との旅行中に、盗撮する意味はさらにわからない。二度と帰ってこないでください。帰ってこないでって、迷惑なんですよ。その言葉の意味がわからない。日本でもめちゃくちゃ話題になってる。Yahoo ニュースでコメントが3000件も書き込まれてた。新年早々本当に恥ずかしい。ほんと恥ずかしいのでしょうか。それでは、日本人によるコメントです。日本人のコメント。とりあえず名前公表しろよ。なぜ外国人の犯罪は、国籍と年齢しか公表されないのか理解ができない。そったね、公表してください。再犯しますよ。日本では報道されないのかな。韓国メディアの記事で初めて知った。そったね、だから、ラブリー日本があるの。確か、この前、関東でもこれと似たような事件ありましたね。新婚旅行かなんかで、来日した韓国人が帰国、前日夜に通りがかりの女性に乱暴し、翌日、何食わぬ顔して帰ろうとしたのを逮捕されたようです。そったね。鬼畜だよね。だから、情報を広げているんです。注意喚起です。さすが本家本元、というか、韓国の伝統文化をいつでも、どこでも当たり前のように、実践をするそのお姿に、思わず深い感銘を覚えざるを得ません。一つお願い。他国への旅行の際は、くれぐれも日本人のふりをしないように。そったね。日本人のふりをして、犯罪は、しないでいただきたいです。今年も、このような情報を盛り上げていくマリナです。本日は、良い天気。伊豆でもツーリングしたいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。